はい、こんにちは、 J ライキネ代表まなめです。今日も、J ライキネチャレンジという風に、名称をつけてるんですけど、そこまで難しいことはやりません。で、道具もそんなに使わないで、できるものになるんですけど、何をやるかっていうと、ライフレティックの一つに視覚、目の機能を使うトレーニングが含まれています。まあ、前回前々回あ前回じゃないな前々回とその前か、視覚を使ったトレーニングをお手玉使ってやるやつね、それを出したと思うんですけど、そちらよりももっと簡単にできる。どっちかっていうと、スポーツの前、運動前とか、まあ普通に日常生活でもそうなんですけど、簡単にできるようなトレーニングがありますので、それをやってもらって、その後運動してもらったりとかすると、もっとパフォーマンス上がったりとかしてくると思いますので、それを今日は紹介してもらって、実際に、やってもらえるといいのかなというふうな感じで動画を撮っております。はい、ではやっていきたいと思います。はい、で、今日使うのは、ペン。もしくは最悪、まあ、指でも OK です。なんか目印になるものを持ってもらえれば、OK なので、用意をそれだけお願いします。やることはめちゃくちゃ簡単です。ペンとか、まあ、指とか、なんか物を、前に出してもらって、それを目で見ます。で、ずっと目でこの物を見ながら、顔をまず左右に振ってください。ゆっくりで OK です。なるべく目のギリギリ見えるところまで、顔を回してもらって、ゆっくりと動かしていきましょう。できたら左右10回ずつぐらい、やってもらえるといいのかなと思います。OK! じゃあちょっと10回やったという手でいきます。今度はペンとか、まあ、物を横にしてもらって、また目で見ます。今度は顔を上下に動かしていきましょう。これもなるべくギリギリ見えるところまで、しっかりとペンを目で追いながら顔だけ動かしてください。これも、上下10回ずつぐらいやってもらえれば OK だと思います。はい、こんな感じですね。これがビジョントレーニングと言われるものの一つにもなったりするので、ぜひやってみてください。これをやるとどういう効果があるかというとですね、まあ、もちろん目の機能が正常化するので、まあ、相手の動きが見やすくなったりとか、してきます。あとは自分のね、バランス感覚が良くなったりとかっていうような効果もあるし、あとはですね、これだけでも柔軟性とか、上がったりするんですよ。よかったらぜひやってみてください。やる前に一回前屈とか、こういう風な前屈とかやってもらって、この、ペンをさっき動かすやつ、左右と上下、10回ずつぐらいやってもらって、その後もう一回やると、柔軟性上がったりします。上がらないとか変わらない選手もいたりはするんですけど、変わる人もいるので、ぜひやってみてください。これめちゃくちゃ簡単です。で、疲れないし、まあ、あんまりやりすぎると気持ち悪くなったりとかしちゃうので、それだけちょっとやりすぎないように、お願いします。で、なんで、トレーニング前とか、運動前にやってもらって、その後、やってもらうと、よりいいパフォーマンスが発揮できると思いますので、ぜひよかったら、やってみてください。一応ね、ライフネイティックはこういう感じで、目の機能、目を使うトレーニングも、ガンガンやっていきますので、まあ、よかったら、一緒にやりましょう。皆さん、ライフネイティック、一緒に、やろうぜ！